幻想マネージュ。なぜこんなことをするんだ。俺たちから奪う権利はないはずだろう。説明したはずだ。我々に奴らに構わず。やめろ、やめてくれ。俺たちの居場所を奪うな。歯向かう相手を間違えたのだ。貴様はこれで終わりだ。僕の声が聞こえるか、返事をしてくれ。お願いだ、何とか言ってくれ。君まで僕を置いていくつもりかい。どうか目を覚まして。おい、起きてるか？そんな慌てるなって。
朝食ならできてるからゆっくり降りてこいよ。おはよう。母さんなわけないだろう。先に食べてて悪いな。朝食は私が用意すると言ったのだけれど、あるのがダメだと言って聞いてくれなくて。バゲットを温めるくらい誰にでもできるのに。料理の常識を覆していくのが母さんだろ。そんなことないわね。母さん、こいつを困らせるなよ。困らせていないわよ。もう人聞きの悪いことばかり言って。
なあ、このジャム使ってみろよ。会社の人にもらってさ、もう絶品なんだ。食後のコーヒー用意しとくか。いいよ、俺はもう食べ終わったからさ。今朝は何かあったのか？ほら、お前が寝坊するなんて珍しいだろ。具合でも悪いんじゃないか？夢を見たってことは眠りが浅かったのかもな。さては、寝る前に怖い本でも読んだんだろう。あのな、魔女が出てくる本は大抵怖いもんなの。それが世の中の意見なんだ。コーラ。人は自分と違うものを怖がる生き物なんだ。お前がいい魔女だったとしても誰にも言うなよ。じゃあ行ってくるよ。今日は帰りが少し遅くなるから。
まあ自転車で行ける範囲だけどな。あ、そうだ。知ってるか？昨日移動遊園地が来たって。お前こういうの好きだったよな。何言ってるんだよ。働いてる女の人の方が珍しいし、家事だって立派な仕事だろ。まあ無理強いはしないけど、我慢する必要はないんだからな。もし行ったら遊園地の感想よろしくな。取材することになるかもしれないし。じゃあ行ってきます。くれるの？私も行ってみたいな。ダメよ、あの遊園地には行かせないわ。ハーメル事件に関係があるって噂なんだから。ハーメルって何？大人の言い訳だよ。遊園地に行くとお金がかかるから。
そんなところで眺めてないで、中に入ったら。夢の世界へのチケットはここで買えるわ。大人1枚でいいかしら。レーブ移動遊園地へ。夢の時間をお楽しみください。いらっしゃいませ。ご注文をどうぞ。ゴーフルを一つですね。かしこまりました。オートマタに何か問題でも。なるほど。オートマタが働いている遊園地は世界広しといえどもここだけだろう。あなたが驚くのは無理もない。だがオートマタは問題なく整備されている。安心して利用するといい。でも今のはただのボールジャグリングだ。ここから披露するのは一味違うからな。じゃあ一番前で見てる君、好きなフルーツを教えてくれ。それはこんなリンゴか。
くで見てる君に苦手な野菜を聞こう。ありがとう、お姉ちゃん。みんな、僕と一緒に手拍子してね。手拍子ありがとう。そろそろ列が動くから前の人にしっかりついていってね。こんにちは、お姉さん。マネージュはもう見てきた？レーブ移動遊園地の名物なんだよ。この奥にあるからよかったら行ってみてね。幻想マネージュ